え今日はね、自由度和解についてお話しするんですけどもえ、下の概要欄にアドレスを貼ってます。これはですね、え奈良県山和高田市の森本隆則市議会議長の方、 話で、まあ、維新の議員なんですけども、えー、この交友関係というか、まあ、一緒に会社やってる人が、なんかまあ、自由度和いの関係者で、まあ、なんたらかんたらっていう話なんですよ。まあ、それはとりあえず下の記事を読んでいただくとして、えー、いきなり担当直入に本題に入るんだけども、その自由度和解がね、えー、令和になってからというか、まあ、令和になっても、 あの、関係者がいろいろと犯罪をやってるんじゃないかと。あ犯罪が多すぎるんじゃないかっていう話なんですね。で、まず、2019年、令和元年、11月11日、覚醒剤取締法違反で逃走中の男に逮捕状を取り消せるっていうふうに持ちかけて、20万円を騙し取り逮捕。これが自由度和解奈良県本部会長の江藤隆之。で、翌年、2020年、5月21日、 新型コロナ特別貸付を受けようとして、日本政策金融広庫職員に対し、どうやと思って差別するんか、というふうに脅して職務強要して逮捕。これが自由度和会、自由童話会、兵庫県本部会長の山崎公平ですね。まあ先ほどから言ってるけど、肩書きは当時のものです。で、この山崎公平っていう人はですね、他にも余罪があってですね、インドネシアでの金の取引事業への投資名目で、 現金5000万円ををしたと他にも詐欺をやってるんで、すねでこれがね、あの、うちの自由度和解のね、仲間にいろいろそういうのを持ちかけてたみたいで、まあ何人かから詐欺してたみたいですね。他にも余罪があると。で、この山崎さんっていう人はですね、大阪の市場縄手の支部長の肩書きもあってですね、で、実は山崎さんの、に電話したことあるんです。で、なんで電話したのかっていうと、あの、山崎さんの家がね、 トトロハウスって有名なんですよ。でっかいトトロのレイーフがある家に住んでるんですね。で、僕はそのことに聞こうと思ってね、電話したらですね、あの、これはあの、ジブリの許可も取っとるんや、ほっといてんかみたいな感じで、かなりきつい言い方をされたのが印象に残ってて、まあ、その、結構ね、すぐ直後でしたね、逮捕されたのがえ。非常に印象深い人で、この名前覚えておいてくださいね。山崎康平ですね。じゃあ次行きます。で、2021年3月21日、 えー、コロナ持続化給付金300万円を詐取して逮捕。これも詐欺ですね。えー、和歌山県本部会長、北橋正也。で、これ、後日談があって、まあ、あの、犯罪やって、この人は、あの、まあ,あの、会長を辞めるんですね。で、その後、公認になる人が、えー、っとね、江本さんっていう人なんですけだけども、 この榎本さんも結構曰く好きな人なんですね。今も会長なんだけども、えー、奇襲のドンファン事件ってありましたね。何年か前に。っていうかまあ今も一応事件自体は続いてるんですよね。まだ裁判も行われてないし。で、それで、その若い頃にこの奇襲のドンファンを、あの、襲ったんですよ。強盗致傷ですね。で、それで、えー、捕まって刑務所に服役して、それで出所してっていうことで、えー、その後、あの、同和会のまた、なえっ、ー、と、和歌山本部に、 会長になっているという、まあ、そういうことなんです。まあ、それもどうかなっていう話ですよね。でこれ、同じ年、二千二十一年三月二十七日、山崎公平、また出ましたね。山崎公平に対する、えー、捜査情報を漏らしたとして、兵庫県警の、えー、志村哲司警部が書類送検っていうことがあったんですね。つまり、警察がその、さっきの山崎さんになんか捜査情報を漏らしてたんですね。でそれが、ね、発覚したきっかけっていうのもすごくて。 えー、別の同和会の会員が山崎康平の自宅に侵入して物品を盗んだり山崎さんの妻を恐喝した容疑で、えー、警察の捜,捜査を受けてたとその過程で、えー、兵庫県警の警部が情報を漏らしてたっていうことを発覚したんですねでそしてその同和会の会員っていうのは捜査中に自殺してるんですいやすごいですね会会の会長は、ね、あの長山崎さんの あの家をまだ、ね、泥棒してたりしてしてたたりんです、ねまあまさにその泥棒の上前を取るっていうかだから多分この人も騙されててそれで騙された分をもう山崎さんから奪い返そうとしたんでしょうねでそして、えー、同じ年2021年7月3日、えー、あの熱海土石流事件ありましたね、えー、熱海にあるあの森戸があの台風の雨で、えー、流れてそれで死者が28人。 で、これが、あの、その土地を持ってたのが、天野文夫さん。この人は、えー、自由度和解だと総務委員長で、神奈川県本部会長っていう肩書きを、えー、持ってたと。で、その経営する会社新幹線ビルディングっていうのが、 まあいろいろあの行政にクレームつけて、まあ童話の名刺なんかを出して、まあいろいろこう特別扱いを要求してたっていうことがあって、それで童話系列の企業っていうふうに熱海市から言われてたっていうことですね。で、そしてですね、ちょっと時間が空いて、2024年4月24日、あ、今年ですね。えー、ラスパ大阪って言って、これあの大阪のヤタですね。ヤタの あの、童話地区に、その温泉施設があったんですね。えー、まあ、相当税金をつぎ込んで、立派な建物を作ったんですよ。だけども、まあ、経営成り立たずに破綻してしまって、で、廃墟みたいになってたので、まあ、それを壊して、また再開発する事業を、まあ、やってるんだけども、まあ、それの、その事業に関わってる業者の下請けに入れさせろっていうふうに脅して、えー、恐喝未遂で逮捕ですね。これが、大阪府本部。 平野支部長、斎藤秀樹。で、大阪本部平野支部の事務局長の辻岡義孝っていう人ですね。まあ数えてみると、123456。まあ少なくとも6件ですね。これが全部とは限らないです。まあ実際知られてないような話もあるんじゃないかと思います。で、最初に出てた大和高田市議会の,あの森本さんのこと。まあその経営してる会社の 経営してるのかどうか知らないけど、とにかくまあ、その会社の名義になってって、役員になってて、で、その代表の人がね、えー、た、えっ、ー、と、高倉さんかな高倉忍っていう人が、この人がですね、2018年3月13日に、えー、2000万円脅しとるっていう恐喝事件を起こしてるんです。で、それで、まあ、今も服役してるんですけども、まあ、この人も、あの、自由童話会なんですね。えー、この人も奈良の、 自由道会の役員だったのかなあ、そうそうそう。高取支部の支部長だったんですよね。だったんですよね。だからまあ、あの、まあ、令和以前のこともちょっと入ってるんだけども、まあ、とにかくね、その、私は知ってるだけでも、あまりにもその、事件起こしすぎなんですよ。これを言うと、あの、なんかね、あの、なんか削除要請が来て消されたりするらしいんだけども、あの、 植田東兵衛さんですねあの。自由道会の、まあ事実上のトップというか、まあ、あの、まあ実際トップは平川さんなんだけど上植田東兵衛と,という人も、この人も役員で、えー、力を持ってて、あの、童話のドンっていう本が出てるんですけども、まあこの人も結構曰く好きなんですよね。やっぱりヤクザとかがわってるっていうのと、あとあの、あの、若い頃にあの殺人をやってるんですね。殺人というよりは、あの、傷害致死だそうなんですけどね。 で、なんかこれをね、言うとですね、なんかその上田東兵衛さん周辺からこの削除要請が来て、なんか弁護士から内容証明とか届いて消されたりっていうことがあるらしいんだけども、ただまあ本が出てもその話大けになってるし、東兵衛さん自身が言ってることなんで、まあ別に、あの、今回は大丈夫なのかな。まあ別にこのチャンネルね、もう、あの、消されようがどうってことないんで言うんだけども、まあとにかくこれを、この話を聞いて、皆さんどう思いますか っていうところなんですよ、うん、まあ自由度和会っていうのはヤクザじゃないかって思ってしまうんだけどもまあそのね自由度和会っていうのが、まあ、政府の、あのー、正式な交渉対象団体なんですよ解放同盟人権連で自由度和会っていうのが、まあ、政府と正式に交渉してる団体なんですねまあその正式に交渉してる団体がこれほどまで事件を起こしてしかもまだその続いてるっていうのが 本当信じられないことで、まあ、はっていうことになると、まあ、こういうことが分かり通るんじゃないかなと思うんですよね。で、まあ、最後にね、自由度和解、あの、自由度和解をそもそも知らないっていう人が多いと思うんで、一応、軽く説明しておくと、えー、設立されたのは1960年でしたかね。一応ですね、その、まあ、戦前のね、融和運動っていう、まあ、その、完成運動があったんですよね。その、部落を改善する、まあ、融和を進めるっていう運動があって、まあ、それを、 その理念を引き継ぐ団体というふうに作られたっていう、まあそういう建前になってるんだけども、実際はね、えっとあの、ユニクロの柳内会長、あのおじさんがですね、あの自民党の当時のあの、えー、佐藤栄作から、えー、その、 同和団体を自民党系の同和団体を作ってほしいっていうふうに佐藤栄作から言われて作った団体なんですね。昭和35年。で、だからその団体ができた経緯っていうのはですね、ブラック解放同盟っていう、まあ言ってみれば革新系の団体がその同和事業をやれやれっていうふうに推し進めて、で、それで力を持つようになったので、まあ、その利権をですね、独り占めさせないように保守系の団体も作ろうっていう、まあ保守系のブラック住民なんかの受け皿として、 作ったのが、その、自由、えっ、ー、と、当時は全日本同和会ですね。で、その後1985年にですね、愛媛県庁選挙事件って言って、あの、全日本同和会が、 愛媛県庁に押しかけて、もう県庁の機能が麻痺するっていう事件があって、まあそれが決定だとなって、自民党がですね、やっぱりこの全日本同和会を危険視するようになって、それで全日本同和会が分裂するんですね。全日本同和会と全国自由同和会っていうふうに分裂して、まあ自民党が公認するのは全国自由同和会というふうになったんですね。で、今それが全国外れて自由同和会になって、まあ自民党のと、あと政府の公認の団体っていう形、 なってるんですけども。まあ、ろくなもんじゃないですね。まあ、自民党はもうこの団体をね、切った方がいいと思うし、まあ、ただね、相当根深い問題があるわけです。だから、自由度和解を切るんだったら、もう解放同盟とか人権連とか共産党系なんかも、もう全部切ってしまう。もう政府は相手にしない。まあ、それこそね、あの、前にも、 あの、知ってる人は知ってると思うけど、あの、本庄とかね、あと、久喜市なんかが、あの、地方自治体だと、今もう、あの、完全に童話団体と縁合唱したんですけども、もう、あの、対応しないとやったんだけども、そういうことを国がやるっていう必要もあると思うんです、です、ですよね。で、もう一つ根深い問題として、まあ、さっき言ったように、あの、自由童和解っていうのが、この、犯罪組織というか、その、まあ、もともと前科者の,の を受け入れるような、そういう団体っていう性質が多分にあるんですよ。まあ僕も聞いてるところでは、その例えばね、住む場所なんかも、あっせんしたりするときに、やっぱりこの童話の名詞っていうのが聞くわけですよね。その、普通、前科門が、その、家借りたいとか言っても断られたりするんだけども、そこでまあ、童話の名詞を差し出すと、あの、なんかいろいろ魔法が使えたりっていうことがあるらしいんですよね。だから、その、 あの自由度和解に前科者が集まって、まあ、こういう怪しい事件を繰り返すっていうのは、まあ、そういう面もあるそのまあまあこれは本当にねこの大きな話になってしまうんだけども、まあ、その犯罪者の更成というものについてですねやっぱし日本が厳しくてですね 日本の国民が。まあ、そこで、その、童話マジックというものをですね、あの、使いたい人っていうのが、ま、あそういう需要というものはなくならないから、なかなかこういう団体の必要性というのも、あの、消えないという、まあ、そういう事情もあると思うんですよね。うん。ということで、ま、あいろいろ闇が深いところがあると思います。だから、この、まあ、自由度和解をね、 もう、もう、あの、政府相手にしないっていうのは、それが一番いいと思うんだけども、まあ、それなら、あの、解放同盟とか人権の点と手を切るっていうこともセットでやらないといけないし、まあ、こういう善科者の受け皿をどうするかっていうことも解決しないと、まあ、なかなか根深い問題だと思います。ということで、今日はですね、この、自由度和解の、この、自由度和解のね、関係者があまりにも犯罪やりすぎっていうお話をいたしました。